今回も僕の話どすえ。ちょっと待ってね。お前らオープニングに全力で乱入してくるんじゃないわよ。とりあえずお前ら全員祭り上げてやる。まさにデスゲーム。マジでやばい。雪だるま、ふうくんろう。ドアを開けて、一緒に遊ぼう。どうして出てこないの？前は仲良くしてたのに、なぜ会えないの？連休隊ながら来るなぁ。結局来てしまった。こいつらちゃんと見ておかないと何するかわからないからなぁ。キャッコー、雪遊び楽しい。マジミラクル雪遊び。お前の母ちゃんなん来るないさぁ。何言ってんのよ、あの青鬼ども。まあでも楽しそうならいっか。ふざけるなぁ。それでね、結局雪だるまと一緒に落っこちていってね。それにしても鬼族に懐かれてるなんて、せっかちゃんはすごいよね。そうかな、姉子は姉子ってうるさいよ。鬼は基本懐かないんだよ。ねえ、その会話、俺を挟んでする必要ある。どこで話そうが私たちの勝手でしょ。そうですね、私とせっかちゃんはここで話したいんですよね。あ、そう。触らぬ神にたたりなし。相変わらず姉貴、デレデレだな。最近態度が積極的になったと思わんかね。せやな、僕的にはもっと過激な方が嬉しいんだがな。例えば、パトの兄貴がどっちかと恋仲になったりとか。バカか、この家が戦場になるぞ。でも僕はそんなドロドロな三角関係が見たいな。お前だけドロドロになってろ。でも実際専属神って一生を誓ってるんだよね。そうだね、一生ですね。メリアちゃんたちみたいな神って寿命ってあるの？さあ、私の一族といっても長寿すぎるから何代もないんですよ。多分私たちの世代が三代目だね。長寿かあだったら私たちにとっての一生とは重みが違うわね。そうだね。なあ、話すのはこの際よ。なんで腕にしがみつきながら話すのさ。そこに腕があったから、くっついていたいから。あ、そう。あんまり触れてはいけない話題っぽそう。くっついてんなあ。パパの兄貴、ヘタレでよかった。あのデシャパイに抱きつかれてもどうも思わんだろ。お前、殺されるぞ。まだメリア姫の方がボリュームあるぞ。それに関しては意義なし。青二階はゲテモノしかいないから羨ましいぜ。だよな、俺もお前と同類扱いされるのはマジ心外だわ。明日ちょっと被害届け出してくるわ。なんでだよ。ねえねえ、明日どこかお買い物しようよ。いいですね、現世のどこに行きます？そうだねえ、私ショッピングモールに行って服が見たい。幻想郷には可愛い服売ってませんからねえ。ちょうどお父さんの仕送り額も増えたし、明日にでも行こうよ。本当ですか、それ、私も買ってもらえたりは。ふふ、お金が増えたのはメリアちゃん分だからちゃんとあるよ。やったー、さすが東屋さんだ。ねえ、それ、僕が行く必要はないよね。何言ってるの、パトも行くに決まってるでしょ。ご主人には私たちの服を見て選んでもらわないと。なんならパトの服も見てあげるわよ。あ、ありがとう。家でゴロゴロしたいって言ったら怒られるんだろうな。まさかデートまで3人か。メリア姫、なかなか隙を見せないからな。というか、さっきから大岡姫よく平然とあそこにいるよな。確かに、俺ならさっさと逃げるな。マジでやばい。そういえば、大岡姫のオンラインゲームのプレイヤー名ってなんだっけ？妖艶に舞う桜姫、だっけ？そうか、バカみてえな名前だな。すごいよな、ゲームでは負けなしらしいじゃん。お前は常に逃げられて負けてばっかりなのにな。お前もだろ。ねえねえ、せっかちゃん、メリアちゃん、お腹すいたからご飯作って。そう、ならちょっと作ってくるわね。私も手伝いますよ、せっかちゃん。じゃあ一緒に行こうか。うん？あんたたちそこで何してんの？あ、いや、ちょっと散歩してたでごわす。ごわす？まあいいわ、あなたたちも今からご飯作るから下で待ってなさい。はーい。パトも大変だね。あ、ちゃんと二人を幸せにしないとダメだよ。はい、頑張ります。これがジョナンの装備っていうのかな？いつからこんな立ち位置に。記憶ないからわからないと思うけど、最初からだよ。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか？ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。
それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。